はい、どうもこんにちは、ゆうちゃんパパでございます。 KOF98UMOL 本日も楽しくやっていきましょう。本日ね、12月の4日土曜日なんですけれども、本日がね、ブルーマリーねガチャ最終日ということでございましてですね、うちのサーバーね、一人の方がね、1万ポイント超えてる感じになってて、まあ僕とね、衣装取られたような感じなんですけれどもね。まあちょっとこうなったらね、ちょっともうランキングきついなと思いましてね。まあ今私5位なんで、まあ6位のところは死守しようかなとかは思うんですけれども、まあ3位と4位はね、まあ30しか破片変わらないんでね。なんでまあ、啓蒙用の破片はね、まあいけるかなとか思うんでね、まあ、6位死守したらいけるかなとか思ってるんで、まあ、今日の9時半をね、ちょっとまあ、デッドヒートするかもわかりませんけれども、まあ、6位死守な感じでいこうかなとは思いますけれども、まあ、あとは全体的には、まあ、前よりかは回ってますけども、やっぱりね、この辺になっていくとね、もう1000ポイントいってへんところがね、こうなってるんで、まあ、うちのサーバーは全体的にやっぱり、まあ、人気ないかなというような感じではあるんですけれどもね。まあサーバーによってね全然違うような感じみたいですけれどもね。まあ本日ねブルーマリーね最終日ということでございますのでね、まあマリーのね評価っていうかね使用感ねちょっと動画出させていただいてね、結構ねコメントもねよくいただいて、ツイッターの DM とかもいただいたりとかしたんですけれども、まあ現状ではなかなかねちょっとしんどいなというような感じでねお話させてもらってたんですけれどもですね、まあもしよろしければそちらねご覧いただければなと思うんですけれども、まあ本日ねちょっと最終日ということでございますのでね、ちょっとね全サバ1位のねブルーマリーとちょっと戦ってね、ブルーマリーの良さをねちょっと見ていこうかなと思いましてですね、ブルーマリー対決はねまあ初めてね、ちょっと動画で撮らさせていただくような感じなんですけれども、まあ全国1位といえばですね、この方ですよ、この方、おられましたね。53サーバー、ロメオ歌劇団、ロメオさんね。まあ、新キャラ取ったらね、ロメオさんと戦うっていうのがまあ恒例になってきてるんですけどもね。ロメオ歌劇団、参りますということで、ちょっとやっていきましょうか。全サーバー1のね、ブルーマリーのね、戦闘力なんで、もうコスモパワー来てからね、もう1400万に近いというね、戦闘力誇ってらっしゃるんですけれどもね。じゃあ本日はね、ロメオさんの胸をね、仮にね、最強女子パに挑んでいこうかなと思っておりますね。で、もう衣装取ってらっしゃってね、武器も開けてらっしゃるんで、他のね、女性メンバーね、全員啓蒙も開けてるんでね、なかなか苦しい戦いかなとは思うんですけれどもね、ブルーマリーの良さをね、ちょっと見たいなと思いまして、ちょっと対戦していこうかなと思っております。それでは、ゆうちゃんパパ VS、ロメオ歌劇団さん、レディースプラッシュローズ。さあ、マリーの良さをね、今日本日ね、最終日なんでね、見ていきましょうか。さあ、ローズマリーの方だと偽マリーね飛んできて、さあクーラーはこうのやめて、もうすぐ凍るんよね、これもう状態上にも弱いんだよねブルーマリーちゃん。追撃来て、さあ釘テイヤ言うてね、釘打たれて反撃して、モノノケ姫入らない、来たよスプラッシュローズ、スプラッシュローズ。まだねローズニードルないからね。まあハイダメージがね、結構食らう感じだね。うお、前そこ飛んできたらあかん。さあこれで状態異常解除して、怒りは前打てるかな、前はあいけるかな、微妙かな。さあイヤさん吸っていけそうやね、いけるね。さあケイオスサイド、ホワイトブロー、さあケイオスサイド、さあ登るラン、よしこっちも、こっちも状態異常、なんでやねんこれみたいな。さあ、息吹長い打って、さあ、スプラッシュローズ、こっちは武器ない。これで一回踏ん張りを入れていく。展開はいいね。さあ、カゲロウの前、まあ一回はね、ダメに乗っていかないからね。さあ、スキルは全員出ている。まあ、一旦目は悪くない感じかな。マリーも解除できたしね。さあ、アテナの SP 出てきて、これは 75% 引いてんのかな。さあ、ホワイトブロー、さあ、反撃していって。さあフィナーレよ強い、結構食らう。さあフィナーレフィナーレ打たれて、で反撃して、あかん、なんか状態異常になってるイグニスが。でも物のけ姫入れてるねマリーにね。でこれ追撃かな、追撃って沈黙入る。さあヘイ、これで削られて、さあ反撃していく、物のけ姫入らない。さあカゲロウの舞めっちゃ食らうめっちゃ食らう、あまた状態異常した。きたー、ホワイトゴー。さあ、もう攻撃回数半端ない。うわ、切った、もう、
もう首折り来たよ、踏ん張り使ってさ、2回目打たれてめちゃ食らう、さ反撃していって、もののけ姫も入れている、うん、おいいねいいね、ここで攻守交代か、まあまあまあスキル打たれへん方だけいいか、さあこっちの反撃、さあホワイトブロー、ブレイクブローや言うてんね、反撃来て、さあテイリオスサイド、あー一撃でも戦えへんのか、さすがロメさん、世界最強の、何や世界最強ってサーブさあ諦めきれなしって、おおなんか応援された、さあいびき長よ、うん、あやばい、あーこれで、あーこっち必殺、やばい、マイちゃん打たれへんかった、やばい、マイちゃん打たれへんかったら盾がない、さあこれでマックス凍結は入らない、うん、物抜きに目は入っている、やばい、もうわかんない、ダメしかたないね、めっちゃ、半分ぐらいか、あいや、やめて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 、やめるんだ、やめるんだ、さあ釘を打たれて、さあ反撃、さあ追撃、反撃追撃流し、また来た、めっちゃ打ってくる、なんやこれで、また、うん、追撃で、また追撃で、あかんね、これパーティー的にルオンがいいね、うん、2回目打てる可能性結構高いもんね、スワッチショーズ、あかん、踏ん張りつかった、まずいよこれ、あ、モノノキも入ってる、あ、でもまあモノノキも入ってるのはエリザか、うん、あ、踏ん張りつかったかな今、さあバルカンパンチ打って状態上解除していって、さあイヤサンス怒りも上げていって、前打てるよ、前打てるね、よいしょしょ、前打てるね、あかん、ローズが打たれるのか、さあケイユース、あちゃう、ロットプロジェクトブラエーと、さあ反撃来て、うわ物抜きに入った、ダメ、これは1ミリも食らわない、ダメージゼロ、ほんでこっちもダメージゼロあかん、マリーが強い、反撃来て、物抜き決めは次は入らない、よし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 、さあ、いびき長屋で、これも物抜きに入っている、ダメージゼロで、ゴッドブルー、これはいけるよ、これはいって、2回目の離脱をルオンを使え、よしよし、2回目の離脱、さあ、プラスプラスしようぜ、食らって、あかん、あよしよし、反撃なかった、さあ、影田の前打って、あ、こっちの反撃か、よかった、これ、マリーに飛んできたら、もうまた踏ん張り使うからね、今度カウンター弱っちゅうからね、さあ、これでスキル打ったら回復できる、よしよしいいぞ、うん、せね、回復できるね、うんうんうん、まあ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 、今の段階では悪くない展開やけどね、さあアテナの SP できて、さあ釘を打たれるが、これはうん、あるね、シールドがある、さあ反撃していって、さあキング、あれちゃうかった、キングちゃうかったね、キング、うん、食らいすぎ、さあブレイクブロー打たれて、でこっちも反撃か、ちゃうわ、ちゃうちゃうちゃう、なんで追撃来て、うん、でノーブロブなんで状態上かかっていく、でまた追撃してね、してね、してね、ルオンのこれ見てみ、これ見てみ、追撃の、あー、ええ、死んだんじゃん、マジかよこれ、また首折りや、あかんルオンの、いやいや、もうかけろうの前、だから前は盾があるね、うんうん、また盾がある、うん、一枚やからね、うん、さあ反撃していって、かけ、おー、くっそ、よし、モノネギも入ってるね、よしよしよし、いいでしょ、モノネギも入っているから、あ、あれ、うんうん、ブレイクブラー、反撃していって、モノロキン入れろよ、入れろよ、なんで入れんのこれ、お前スプラッシュローズ、スプラッシュローズ、うん、これは大丈夫、ダメージカットがあるからね、うん、ただニードルでね、結構盾がね、なくなっていくよね、うん、まあそういう面ではね、うん、ニードルいいよね、マリーの縁の下の力持ち的なね、さあブレイクブローで反撃来るね、反撃来て、モノロキン大丈夫、さあきらめきの嵐打って、さあこっちのスプラッシュローズ、あれちゃう、反撃来て、スプラッシュローズ、スプラッシュロー、あかん、そこ、あ、ほら見てみん、これもカウンターで、ほらもう一回打つけども、これ踏ん張り消費したんよ、これもうカウンター、カウンターのバカ野郎とか言うてくっそ、ただ結構ルーンはもうすぐ倒せそうなんやけど、2回ね離脱して、またね3回目離脱やから、あでもまあ復活していくもんね、打っていくことにね、さあブレイクボール打たれて、さあ反撃で追撃、反撃追撃嵐で ST で、コールのやめよ、コールの、もうちょちょちょ、状態上耐性結構上がってんね、マックス凍結入る、すぐマックス、もうトーラットーラットーラって歌い出すぞこの野郎、ほんま、あかん、かげろうの前、よし、また盾がある、さあ反撃、さあ来たよ、ブレイクブラーン、うわほらもうめっちゃ食らう、よしこれでいいよいいよいいよ、もう決めれたから、スパッシュローズ、あかん、これは結構食らうぞね、盾ないもんね、なんでちょっと標準語やって今の、反撃していって、さあ追撃されて、うーん、めっちゃ撃ってくる、あめっちゃ撃ってくる、やめてくれやめてくれやめてくれ
さあバルカンパンチ5ターン目か。ゲーニッツがやられたけど、まだいけるんかな。ゴッドプロジェクト、これは一発で持っていけそうやけどね。踏ん張り持っていってるね。よし反撃、うん、かげろの前いいぞ。あかん、マリー、くそ、マリーやっぱあれか、 75% 出んでも結構硬いんか。やっぱり200万球までね育てられると強いね。さあこれでゴッドプロジェクト、さすがにこれで1回目の踏ん張り、いや、ちょ、75%や。あかん、なんやこれ、強いぞ。さすが世界一、前サバ1位のマリーローズじゃなくてブルーマリー、間違い取れないかこれ。さあスキルは、あ、エイザーが出ないんか、やばい、縦張られへんやんけ。さあキッ、ん、ST 出てきて、さあ釘、イグニスは、もう踏ん張り1か。うん、そうやね、向こうがね倒してないからね、こっちの人力増えないよねこれ。さあ追撃来て、やめてくれー、まだ1あるね。さあノーブルブラン状態以上やめて、うん、大丈夫で追撃、あ、違う、反撃して、うん、もういちいち止まるから、どっちかもう、ま、お、来たよ、日本一、これ日本一だ、ほら、ん、日本一、全然日本一ちゃう、全然日本じゃないよ。でも旗手を破壊したぞ。でこれ追撃来て、あーあーああ、状態上して、さあうわ、これ首折りの方や、首折りの方やけど、これはシールドがある。次は反撃していって、次誰、影の前か、誰やね、影の前、うわ、 75% 引かれへんかったら一発で持ってかれる。さあブレイクブロー、エリザが、あかん、2回目打ってくる、やめてくれ。あれもう踏ん張り、あ、やばい、もうゼロや、人力ゼロや、あかん、死んだ、あかん、ちょっと待って、あ、いつの間にかブルーマリーやね、ローズマリーやられてるやんけ、いつの間にかいつの間にかやられてる。これはもう 100% 勝てないが、最後まで見ていく、1体ぐらい倒せ、1体ぐらい、いやもう何これマジで、これブレイクブロー、これよし、こうって、あかん、向こうの日本一、向こうの自分、まあ、うんうん、縦があったからね。さあスプラッシュローズ、うん、さあ影の前、一矢報いだ、一矢、全然一矢報いひん、あかん、ルオンが踏ん張りが増えている、あんだけ打ってくるから、あかん、ルオン強いぞ。さあ首打たれて、テイ、さあ反撃、うん、よっしゃ、日本一倒す、いいぞ、前のいとこが出たぞ。さあスプラッシュ、めっちゃ打ってくる、どんだけ、どんな、あら、え、ちょっと待って、まあ、やら、ただこれやばいな。ルオンね、踏ん張り増えていきますからね。あんだけ結構攻撃されると ああいう感じになるんか。いや結局ね、マリーも倒せなかったですからね。うん、マリーの良さがね見れたかっていうとちょっとわからないかもしれないですけどね。もうただもう全員強かったですね。もうマイも強いし、マリーも強いし、もう全員強いよこれも。もうマリーの良さっていうより女子パンの良さっていう感じでね、ちょっとボコボコにされたような感じでね、7ターン持たずにやられたのは結構なかなか素晴らしいやられ方をしたんちゃうかなと思いますね。いやー強いですね、まあ、ブルーマリーに限らずもう女子パン強い。ロミオさん参りました。またね、ちょくちょく対戦の方させていただければなと思っております。どうもありがとうございました。まあこんな感じでね、ちょっとまあまあ組み合わせ次第ですけれどもね、ブルーマリーね残る方法っていうのはこんな感じですっていう形でね、まあ、誰やねんという話なんですけどもね。ただねやっぱりガチで育ててるとね、ああいう感じですけれども、まあやっぱりねサポートが必須なキャラではありますのでね、そのあたりねちょっとご参考にしていただきながらですね、本日ね、ガチャね回される方は回されない方ね、ちょっと決めていただければなというふうには思っております。はい、本日はねブルーマリーね最終日ということでね、最強のブルーマリとね戦わさせていただいて、まあちょっとねブルーマリのね、まあ、動きとかっていうのをねちょっと参考にしていただいた動画でございました。はい、今回の動画は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。バイバーイ。